今回は水彩色鉛筆でもののけ姫の世界を描いてみたいと思います。使用している画材については動画下の説明欄も参考にしてください。それでは早速描いていきましょう。はがきサイズの水彩紙を使用します。まずは画面の中央光っている部分にユニの水彩色鉛筆レモンイエロー805番を塗っていきます。でこの辺りが光っているのでこの辺に塗っていきたいと思います。こんな感じで塗れたら水で溶かしていきます。周囲をぼやっとにじませたいので今回はスプレーでお水をかけたいと思います。スプレーで画面の上の方20センチくらい上からお水をかけます。全体に水がかかったら筆を濡らして色をなじませていきます。まずは白い部分にお水をつけてで黄色の方に水をなじませていきましょう。白いところにお水をつけたら黄色い方に色をなじませます。こんな感じにもやっと全体に色がなじんだらドライヤーで乾かします。完全に乾いたらこの中央に獅子神がいるんですけどその奥の方ですね、奥の林の部分を描いていきます。ユニの水彩色鉛筆レモン807番を使います。でこの奥の方にちょっとなんとなく林の影が見えるように木の影を描いていきます。何本かぐにゃぐにゃと曲がった木の幹を描いていきましょう。でこの辺は黄色で描いてこちらの方は少し暗い色を使います。ウォーカー884番でこの続きを描いていきます。この左側にも木の幹を描きましょう。でこの上の方にはアップルグリーン870番を少し入れておきます。ちょっと黄緑色にしておきます。でこの先ほど描いた木の幹の方にも少し色をなじませておきます。そうしたらここにもう一度スプレーでお水をかけます。20センチくらい上から今回はちょっと軽めにかけましょう。全体に水がついたら筆を湿らせてティッシュでちょっとお水を拭き取ります。でこの木の幹の部分ですね、この部分の絵の具をなじませていきましょう。で黄緑とこの黄色がなじむように少し筆で混ぜながら画面が乾いてきてしまったらちょっと上からお水を軽く足しましょう。こんな感じでかけたらドライヤーで乾かします。そうしたらこの手前の大きな木の部分を描いていきます。ブラウンウォーカー887番を使います。で最初にちょっと輪郭を描いてしまいたいと思います。左側にちょっと大きめの木があるのでそれを描いてしまいます。でこちら右側には根っこがこうググッと伸びてきているので根っこの部分も描いていきます。こんな感じでThank you.
ここに苔を生やしていきたいと思います。アップルグリーン870番で苔の部分を描いていきます。これ水をつけるので大体でいいです。木の形がわかる感じに塗っておきます。ちょっと凸凹がわかるように木の表面に苔が生えた感じを出していきます。でこの画面の中央の部分が明るいので、この明るいところに近いところを塗っていきます。でちょっと離れた部分ですね、影になっているところはサップグリーン867番を使います。そうしたらこの残りの部分ですね、茶色を入れます。バーントオーカー887番です。でこれも明るい部分に近いところにだけ入れましょう。黄緑色の隣に入れます。で先ほど深緑色を塗った隣にはもうちょっと暗い色ですね、バンダイキブラウン876番を塗りましょう。焦げ茶色を塗っていきます。これくらいになったら筆で溶かしていきましょう。筆に水をつけて色が全部混じってしまわないように筆をこんな感じにペタペタっと置くようにして溶かしていきましょう。この後また書き込みをするので、だいたい溶けてれば大丈夫です。ムラがあってもいいので、色が混じりすぎないようにだけ気をつけてこんな感じで溶かしていきましょう。この木のデコボコっとした感じがなんとなく出るといいですかね。これくらいに溶けたらドライヤーで乾かします。ではこの、手前にある木の部分に植物を描き込んでいきたいと思います。アップルグリーン870番で苔の上にちっちゃいこう葉っぱがピュンピュンと出てる感じにところどころ描き込みをしましょう。光ってるところの近くですね、明るい色の部分には黄緑色で植物を描きます。ステトラーの125-62番、薄紫色でちょっとお花を描いていきたいと思います。この葉っぱの上のところにちょんちょんところどころお花を描きましょう。そうしたらモ
スグリーン868番緑色を使って、こちら側の暗い方の部分に、こちらにも葉っぱを描いていきます。ウォーカー884番を使ってちょっと横向きにこんな感じで点々を入れてキノコを描いていきたいと思います。こんな感じでなんとなくいろんなものが描けたら、さらに色を濃くしていきましょう。苔の部分にアップルグリーン870番を塗っていきます。くるくるくるっと小さな円を描くようにしながら、木の表面についた苔ですね、苔を描き込んでいきましょう。で、全部に均等に塗るんじゃなくて、こんな感じで間を空けて木の幹の部分ですね、茶色い部分が見えるように塗っていきます。で、デコボコした感じが出るように、この幹のボコボコっとした形に沿って塗っていきましょう。この明るい部分の苔が塗れたら、サップグリーン867番でこちら側のちょっと暗い部分の方も塗っていきます。緑色が塗れたら茶色い部分も描き込みをしていきます。ブラウンウォーカー882番を使います。で、木のデコボコっとした感じが出るように影を入れるつもりで塗っていきましょう。さらに暗い色を塗ります。ダークセピア875番を使います。ステトラーの125-55番、暗い深緑色で、この今塗った焦げ茶の部分ですね、ダークセピアの上にちょっと色を重ねて、もうちょっと濃いグリーンにしておきましょう。で、ところどころ重ねるぐらいで大丈夫です。ちょっと様子を見ながら、ところどころに深緑色を重ねます。これくらいにかけたら、この真ん中のところに獅子紙を描いていきたいんですけど、ここからちょっと後ろからかなり光が差しているので、この辺を消しゴムで軽く消したいと思います。で、真ん中あたりから木と木の隙間のこの光っている部分を中心に軽く消しゴムをかけます。で、ちょっとこの幹の部分も一部少し明るくしておきましょう。こんな感じで描けたら、ここに獅子紙の形を描いていきます。
アークセピア875番を使って獅子神のシルエットを描きます。薄めに塗ってこんな感じで形を描いておきます。筆を使って絵の具を溶かしていきます。軽く筆で水を置くような感じにして、なんとなく絵の具がなじめば大丈夫です。これくらいに溶けたらドライヤーで乾かします。アナリーイエロー808番でこのシルエットの周りをちょっと黄色を入れていきます。で、角の部分は細いのでなんとなく上に重ね塗りするくらいな感じで黄色を軽く入れましょう。で、この辺ちょっと地面が足りないのでアップルグリーン870番でちょっと描き足します。足がね、長くなりすぎちゃうのでちょっと下の方に地面を描き足します。そうしたらコールドグレー2832番でこの影の部分をもうちょっと濃くしていきましょう。この色ムラをなじませるようにして、でグレーでちょっと形と色のムラを調節しながらなじませていきます。もうちょっと茶色っぽくしたいのでローアンバー880番をこの影の部分にグレーの上に塗り足したいと思います。で、この獅子神の部分も少しだけ消しゴムを一部かけて、後ろから光が来ててちょっとぼやっと明るくなってる感じにしたいので周りを少し軽く消します。こんな感じで完成です。いかがだったでしょうか。今回の動画が楽しかったよという方はぜひチャンネル登録、高評価、あとは書いてみたコメントなどもお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。